お疲れ様、サラッドです。今日はこちらモンクロイジョイやっていきます。さあ、ここ最近ねペッカ環境でロイジョイが減ってはいたんですけども、なんかほんとそのペッカに強そうなロイが、はい、ちょっと流行ってますんで今日やっていきます。アイシーズタッテ戦の進化アイスピーっすね。はい、なんかペッカゴブジャイとか、まあ、ペッカラムとか、なんかまあ最近その形組んでレイジ打ちますよみたいなデッキがあるんで、まあ、そこに対しての進化アイススピリットがね、優秀でさ、俺も最近よく使ってますね。いないとなんかもう守れねえやっていう、はい、感じなので、アイスピはねちょっと環境のメタではあるんじゃないかなと。ってことで、いきましょうか。モンクロイね、まあ、なんか雑にロイ飛ばしちゃってもいいですけどね。アイスツイザードトリトン結構防衛硬いんで、美味しすぎん？トレンドだけやめてほしい。さあ、キング起動には成功。なんかまあ基本的にはケツロイジャイかケツモンクして端前でどっち下して形組んでグッドゲームのイメージがあるんで、これでもロイ出したら勝てるんじゃねっていうぐらいな感覚ではいる。あの新カードさ、ファイブウッドで飛ぶんかな。飛びそうだよな。これさ、当たる？え、飛ばねえんだ。飛んでくれよ。文句の反射プラスのファイブでは飛ばないということが分かりました。あれ大事。いた。このオットは喜びのオットね。怪物だけでそんな受けるか。なんかモンクロイしたらグッドゲームじゃね。そんなことねえかな。一応ここ進化ロケット投手のサイクルなんで、なんか結論でもよかったか。ちょっとやだねっていう。え、大砲割いたよ。やば、ちょ、マジ勘弁してほしい。よかったー。そのウッドでさ飛ばないの嫌すぎるよな。ロケ砲ね。いやー、絶対勝てるよこれ。モンクロイじゃい、まあ、怪物ぐらいか嫌なのが。まあまあこれはね、もう怪物ホグがちょっと強いよね。でもこのデッキのいいとこはアイスピなんですよ。やば、待って、進化スキだけ。あほ、おあ、危ない。左エンター196やん。グッドゲームいっとこう。いや、怪物プラスのホグライダーか。なんかトリトン持ってても守りづらかったけど、まあ、文句刺さってたっすね。まあめっちゃ元気だな。まあ単純に文句ロイ組むだけで、正直ね、相手がペッカだろうがメガナイトだろうが施設だろうが何だって突破できる可能性あるんでね。毎年世界大会とかでもね、安定して使われる戦術ではあるよね。どんな環境でも、モンクロイジャイ、モンクバルーン、モンクオグとかね。こいつは優秀なんでね。よいしょ。枯渇クランスね。モンクプラスロイ組みたいな。インフェじゃなかったらいいな。大砲が理想か？あんまウッドも打ちたくなかったけどね。ギャングかゴブリンかスケかみたいな、あ、まあ、両方入ってるパターンもあるか。近畿がうまい。
まあおわいこ進化スケと進化ゴブリンバレルかな。キング起動でかすぎん。まあ文句黒いね。結論いくとね、ロッキー削り来ちゃうんで、ケツ文句からな入りたいかな俺は。アドすげえ取ってん。いやインフェじゃなかったらいいなマジ。一発いいね。いやーこの一発に価値がある。進化テスラなのかな。バレル進化してないよな。うまいな延命。まあここは無理しなくてもいいか。スナイプリン、うまい。違うよ、冷静だな。これ結論いきたいけどな。ロッキー削りちょっと怖いんだよな。いやーこれめっちゃいい右だな。やばいね。新キャラ以外を捨てる勇気。うわーナイスすぎる。進化テスラもまあ強えのかな。どうなんだろう、久々に見たよね。パルスがね、破壊時パルスがなくなったんで今までよりも防衛力は下がってますよと。うわーめっちゃいい、今のは冷静さもありましたね。ウエストブルック高回転使いなイメージあんな。ウォールブレーカーね。まあロケない相手だったら高回転相手でね、特に結露いめっちゃ刺さるんで。おいキング起動できるぞ、取れてるんだそれ。ロケ砲ね、端前でもよかったかな。引っ張れん、引っ張れない。まあこれ行ってさ進化ロイ貯めようぜ。いやいいね、大砲まで使ってくれることに価値がある。進化ウォールブレーカーかな。まあ進化ロケ砲とまあなんかなんだろうね。
っていう感じではあるか。ロケットは嫌だな。1倍タイムダメージ抑えたいね。火花パチパチ、角度がいいな。いや進化スキャの可能性もあるし、進化ないとはないか。呪文さポイズンとかあんのかな、これ。わかんな。まさかの同窓来ることあんの。なんか相手のさなさそうだよな。中型呪文、中型呪文なけりゃもう天国っすよこっちそら。絶対ないなこの感じ。サイクルがすごい速いことだけは分かるっすね。骨のやばい。サイクルがものすごい速いことだけ分かんねえ。一発だけ欲しい。いい大砲だな。いやこれ落ち着いてねモンクロイ組めば絶対勝てると思うんだよな。なんか微妙なことした俺が。ワイスピ強えな。え、うまいね。なんかスケアイスピか、回転に負けたかな。なんかついていけなかったな。いやちょっともう一回やれたら全然なんか適当に結論言った文句組むだけ勝てそうなんだけど、もうちょっと雑でも良かったかもな。なんか普通にモンクロイが強いんだね。やばい、掴めない。この人はスパーキーとかが多いイメージがあるよね。はい、スパーキーか。熱いな、文句あるよ多分ね。ゴブジャイスパーキーの小物系がもじゃもじゃしてるね。ディガーもあるかもね。まあロイ行っちゃってもいいぐらいだけどね正直。まあ、ゆっくりでもいい。
縦線優秀すぎだな。ペッカリも刺さるしね。なんか普通にゴブジャイとかを溶かすのにも優秀だし、縦線も万能カードすぎるか。しかも単体ロイでいくら削ってんのっていう2700入ってるよ。いや、まああれさ、もう端前文句で GG 刺しちゃってもよかったけどね。まあ焦る必要ないから、ロイ出せばいつも倒れるんでね。俺視点え？それまずいね。聞いたことないよ。やば、一生来てる。生きた。危ねえ。ちょ待って、勘弁して。スパーキー、スパーキーなんだけど。え、これさ、もうグッドゲームじゃないこれ。ダメか。ギャング。さすがに本気でスパーキー怪しいよな。え、ぶつ、やばい。早く回せる。いや、回した方がいいな。いやー、素晴らしい。良すぎる。怖っ。ミラースパーキーね。いやでも深海スピもいいし、縦線もいい、全てが良かった。サプライズデッキだね。ゴブスパー、まあ、ディガーミラーとかもできるしね。前天デッキちょっとおもろそうだったな。ペッカ引きてえの、せっかくならさ。どう考えてもペッカに強いのに、ペッカが来ねえ。いや、ワンチャンペッコ悪いよ、これ。えぐすぎ？おもろいんか、それ。ふふ。ギャンブラー来た。いやー、ラバルだったらまだいいけど、ジャイバルンだったらめんどくさいね。なるほど。ババボンバーのガゴなんで、まあ、ガゴ群れ、ガゴ群れかな。ロイジャイ、いや、インドラじゃなかったらこれ結構でかいけどな。あー、もう最悪だ。一番最悪なパターンだった。インドラ残らなかったらめっちゃ熱かったな。恒例ね、ラバルデッキ恒例、ラバルンからの真ん中バーバリアン。いや、まあ正直あるな、インドラだけだもんな今。だるいのが、もうだるすぎるけどね。うまいかよ。
守れません。ハイボだもんね、しかも。生きてる生きてる、まあ生きてるけどみたいな、死んでるようなもんだよな、これも。いや、めっちゃケアしてくるやん動画もってもきついやん。やばい、インドラがワンチャンアイスペースを猫。いやー、まあこれきついよねいや、ファイボでアイズワンパンなのかね、仕方ないよね。まあワンチャン勝つなら、もう序盤に一本折ってのもう一個をね削っての 2-1 プランでしたよね。いやー、序盤にねもうちょっとそれに気づいていい立ち回りできればワンチャンぐらいだけど、まあきちいか。さあ、いいね、餌の匂いがする。マジ環境多すぎるかな。ペッカ、ペッカだけは倒さなきゃいけないんだよな、ね、いやもうなんかやってることがさ、いやこれ5ウッドでさ溶けるからキンキでよかったわ。うわ、5ウッドで溶けるんやいや、溶けたっけーみたいな感じだったんだよな。博士が5ウッドで溶けるんで、うわ、もってーねー、キンキあったな今。いや、もうチンパンスにやってること勘弁してほしい。痛い。柳雨ね、マザネクね、ボンバーもいた。いやー、トリット、まあおとなしく真正面で迎え撃ったっていうな。柳雨だもんね。いやー、マジ嫌いいやでもこれ美味しいか、普通に端前出されるだけだるいもんね。進化本的な。なんか暇がになっちゃった。え？ムートがいることあんの？これペッカーいない未来もちょっと見えてきたな。ペッカいるよの顔してさ、いない詐欺説ある。いないわ、これいなそう。え、でこすぎん？ファイブットで全員さよならいや、変なの引っ張りそう。え、ペッカいないよね、マジ。あっつ、さよならしてアイスピで凍って、いや多分ペッカーの枠がムートとかになってんのかな。なんかそんなデッキもねありましたね。いや、ラッキーペッカーの方がさすがにだるい。さあ、ペッカーを引きたいな、せっかくならね。スケの時点でもう違うね。まあでも高回転デッキには刺さりやすいんでね、モンクロイはね。なんだろう、これおふざけデッキみたいなの来てない何これ、スケコウムリタル、なんだろうね、わかんなすぎん。
まあ、文句つけてグッドゲームみたいな未来もあります。大盛りやだな。高回転コームちょっとだるいっていう話する。いやバルーンか、バルーンちょっと嫌なんだよ。いやバルーンや、タルコイ。アイスイズ頑張れ。え、アイスイズさ、マジ強くね？なんで？回転早すぎん？一発にして。レイジー。レイジバルンどうなってんだよ。まあでも相手片サイしかもう来ないと思うんで、一回耐えれれば勝てるよ。で勝ったんじゃねえもん。これ止まんのかな。やりすぎたかな。深海スペで全て止まるって信じてるんですけど、いや相手ディガーもねえから俺が芝ファイブしなきゃ守れそうだな。もう一回耐えようかな。これも許容です。ナイス、いいね。この逆サイはね、さすがにただ4000あるんでね、折れないか。さあというわけでモンクロイですね。はい、まあ空系はねマシきついと思うんですけど、まあラバとかはね仕方ない。まあでもそれ以外拾えたらいいんじゃないかというわけで、鉄壁ロイじゃね、皆さんもぜひやってみてください。チャンネル効果もおっしゃったおっしゃったね。